トレッキングブーツの話、トレッキングブーツの話。私ね、学生の頃にね、トレッキングシューズというか、トレッキングブーツというかね、ハイカットのトレッキングブーツみたいなものばっかりに入ってたんですよね。あんまりスニーカーとかね、好みじゃなかったね、その頃はね。今は、ね、スニーカーとか履きますけど、なんか、もうちょっとがっしりしたものの方がいいかな、みたいな感じで。で、スニーカーじゃないとしたら、ハイカットのね、トレッキングシューズみたいな、かな、みたいな。別に、街で履いててもおかしくはないし。うん。で、上に何着ようが、別にそんなスーツ以外だったらおかしくないし。トレッキングシューズ、トレッキングブーツね。しかも、ハイカット。くるぶしの、くるぶしって言うんだっけな、その、足首の途中ぐらいまである。まあ、足首のちょっと上ぐらいまであるようなね。で、紐で編み上げてあるみたいな、そういう感じのイメージのやつですね。で、素材はね、革とか、じゃなくて、革も履きましたかね。まあでも、革じゃなくて、そのナイロン素材、がっしりとしたナイロン素材のトレッキングシューズをですね、中心に履いてたと思います。はい。その頃はね、革だろうがナイロン素材だろうが、あんまり意識してないから。はい。もう形とかね、あと耐久性とか、そこ見てるからね。だから、別にその革だからどうだとかね、考えてませんから。今だったらね、その革の中で本革なのかどうかちゃんと見ますし、この価格帯だったら本革のね、いいやつ使ってるんだろうなとか、つまり手入れが必要だってことね。あと、この価格帯だったらナイロンのね、まあでもいいもんだなとかね。ナイロンのそのアウトドアメーカーがちょっと噛んでるようなものとかね。はい、じゃないかなみたいな感じで思ってたわけ。で、トレッキングショーズばっかり入っててね。でね、ラーメン屋に入ったんですよ、ラーメン屋に。で、ラーメン屋ちょっと並んで。で、店内混んでて。で、そこはね、ラーメン注文して、で、お水はセルフサービスですみたいな、やつかな。それで、ラーメンもですね、ラーメンを出す、愚痴みたいなのあるわけね。で、そこに取りに行って、座席カウンターまで運ぶみたいな。ラーメンを出す口がね、一個しかないから、そこ固定されてるから、お客さんがこれできました、取りに来て、みたいな感じで。で、取りに行って、で、運んで、ちょっと運んで、カウンターに座るみたいな。一人で行ったわけね。それでね、トレッキングシューズ履いてて。それで、ラーメンできたよ、って、お客さん、って、で、言われて、立って、で、行って、それで、ラーメンを両手にね、丼をこう、下から抱えるみたいな感じにして。はい。顔を洗う、ラーメンで顔を洗うみたいな。両手でね。そういう感じで、丼を抱えて。で、落としちゃダメだからね。こう、ゆっくりとね、自分の席まで帰ろうとしたわけ。その間、5メーターぐらいですかね。4、5メーターぐらいだと思います。したらね、なんかね、誰かからね、足をね、引っ掛けられたような感覚を受けて。片足を誰かから後ろから引っ掛けられたような感覚を受けて、で、けつまずくみたいな感じになったね。で、通常は手をつけばいいんだけど、床に手をつけばいいんだけど、ラーメンを両手で持ってますからね。で、ラーメンを片手で持ち帰るような、時間はありません。もう完全に体勢崩れてるからね。つんのめるか、手を前に出して、それをね、しゃがんだ状態で耐えるか、二択しかないわけ。ああ、と思って。これ倒れると思って。でも、ラーメンから手を離したら、ラーメンの丼がガチャンっていっちゃうから、これどうしようみたいなね。ごと行くかみたいなね。ラーメンの丼ごとドーンとね、こう、床に裏剣を叩きつけるみたいになったら、そのラーメンがね、バチャンってこぼれるから、どの道同じことだな、みたいな。まあ、ラーメンの丼が壊れるよりはいいけど、火傷したら嫌だし、で、保健さんにも迷惑かかるし、何しても恥ずかしいからね、こんなことやったら。で、誰がね、私の足を引っ掛けてんだと。まあ、店員じゃないから、お客さんの一人だと思うんだけど、絶対これ、切れてやると思いながらね。なんでそんなことやるんだみたいなね。切れてやると思いながら、体勢がどんどん前に行くわけ。前のめりに行くわけね。もうスローモーションですよ。で、どうしようどうしようみたいな。どんぶりを捨てるかとかね。自分の腕を捨てるかとかね。いろいろ、どこを捨てるか問題になってるわけね。どっちも捨てられないと。自分の腕は当然火傷させられないし、丼もあるのはちょっとね、あれですよね。
まあもちろん足をかけたやつが悪いんだけどね。でしょうがないからどっちも救おうと思って、ジャックナイフだよ、ジャックナイフ。うん。私ジャックナイフって呼んでますけど、その引っ掛けられて前に出せない方の足をね、より後ろにビョンってこう上げるわけ。本当はね、前に出してトトトっていきたいんだけど、引っ掛けられてますから、もう前に出せないと。じゃあ、このジャックナイフで逆転の発想でね、ぐーんとこう、後ろに、上げるわけ。後ろにお客さんいたら当たっちゃうんだけど、まあいないこと分かってますからね。ギューンって上げて、それでトレッキングシューズね。トレッキングシューズ履いた足、右足を引っ掛けられたんで、右足を上に逆に上げるわけね。そうどうなるかっていうと、頭が足を上げれば頭がこう下に行きますよ、当然ね。そうどうなるかっていうと、今までね、前へのモーメントが体に働いてたのに、急に頭が下にグンってなるから、下へのモーメント、あるいは後方へのモーメントになるわけね。頭が一番重いですからね。だから腰を中心にこう回転するみたいな、半回転するみたいな感じのモーメントが起きて、前へつんのめる荷重がね、軽減されると言いますか。で、バランスを取るわけ、ね、で、ようやく右足をね、こう、前にこう戻して、で、ラーメンもこぼれずに、何事もなかったですよみたいな感じで席まで行くんだけど、店員さん見てますよね。何事か急に足が上がってるけどみたいな感じで。まあ、こぼさなかったらいいんだけど、で、席まで持ってラーメンを置いて、さあドイツだ犯人はみたいな感じで、違って見るんだけど、足がねちょっと怪我してないかとか、服が破れてないか見たいですよ、その前にね。で、違ってこう足元見たら、トレッキングシューズの右足、引っ掛けられた方ね、右足の金具、紐をね引っ掛ける金具があるんですよ。トレッキングシューズってのは下の方はスニーカーのように穴が開いてて、で編み上げの上の方はね、足首の上の方は金具しかない、穴なんか開いてなくてね、金具に引っ掛けてこう、編み上げるみたいな、そういう留め方してあって、最後結ぶんだけど、その金具がね変形してね、こう紐が取れてるというか。で、このラーメン屋入る前はね、全くそんな異常ないですから、ラーメン屋のあの引っ掛けられた勢いで金具が取れたんだと。うん。で、紐がブランになっててね、ああと思って。で、私理解しちゃって、やっちゃったんだなみたいな感じで、これ自損事故だなみたいな感じで。なんでかっていうと、その左足のね、足の金具の左足のブーツの上の方の編み上げの金具がね曲がってるわけで、右足は紐がねダラーンになってて長くなってると。あ、これは右足の紐を左足の金具のところに引っ掛けてしまったんだと。それで歩いてる時に引っ掛けて、で、誰かに足をね、引っ掛けられたような感覚を受けて、で、ジャックナイフですよ。うん。だからね、私はね、誰にもこう、引っ掛けられるという意地悪はされてないんだけど、自分で自分のね、靴紐を反対側の、靴のね、トレッキングシューズの金具に引っ掛けるというね、それをやって、こけそうになったっていう、そういう思い出がありまして、そんなね、バタバタね、ラーメン屋の中、歩いてませんでしたよ。丼持ってるし。だけどゆっくりだけど確実にこの紐のね、輪っかの部分、蝶結びだから、輪っかの部分が左、右足の輪っかの部分が左足のね、トレッキングシューズの金具に引っかかって、で前に行けなくなったっていう、そういう思い出がありまして、で怖いと思って、でそれ以降ね、あのトレッキングシューズ買ってません。それも捨てちゃったし、なんでかっていうとね、やっぱ危ないですよね、山とかね、ハイキングとかでは利点がね、あると思います。履きやすいとか脱ぎやすいとかね。利点は多いと思うんだけど、都市で普通でね、生活した時にそんな紐がね、この金具に引っかかるなんてちょっと恐ろしいですよね。こけたりしてね。で、駅のホームとかだったら大変だからね。だからもうそれやめましたね。スニーカーではそういうことありえないですね。引っかかるところがないし、硬くないから、金具じゃないからね。紐を短く巻いておけばいいんだけど、トレッキングシューズの場合はね、そんなに長くね、紐をダランダランにしてませんよ。だけど、蝶結びの輪っかがね、こう、なんていうか、引っかかっちゃって。で、じゃあ蝶結びしなきゃいいじゃないかと思うんだけど、蝶結び以外の結び方知らないし、
あと、結んで輪っかにしなくても、足がね、こう、もつれて、交差した時に、反対側のね、金具のところに、網上げのね、靴紐が引っかかるってことは十分考えられるから。それで、今まさに、よろけてるのに、そんなの足ね、引っかかったらもう、倒れちゃうからね。だから嫌だと思って。で、結局ね、それ以降ね、トレッキングシューズと言われる、その、特に金具がついてる、そういったタイプのね、本格的なというか、まあレプリカなんだろうけど、本格的な雰囲気を持つようなね、山でも使えますよ、これ、みたいな、そういう雰囲気のはね、もう買ってないですね。